小針歴には、日本の実業家。福島交通の経営に関与したことを手始めに、同社及び、福島民放、ラジオ福島を中核三社とするグループ十数社のオーナーとなる。また、日本債券信用銀行を介して、中央政界にも深く関わり、東北の政少、東北の大佐野などと呼ばれた。暦の字は正確には、木の部分が、野木になっている。 福島県西白川郡矢吹町出身、旧正朝霞中学を中退。戦時中は背が低いため兵隊には行かなかった。生米業を経て炭鉱経営などを手掛ける。1953年に大阪に出て不動産会社の美服を創業。日本貿易振興会の駒村助正との振興から河野一郎と通じるようになり、その配下だった。 中曽根康弘ともつながりができる。1964年から翌65年にかけての栃木県那須高原の国有地払い下げでは、駒村が社長を務めていた交渉のエージェントとして働き、その最高のへの政治工作が行われたとして国会で追求された。1968年に経営陣の内紛や相次ぐ労働葬儀で混乱していた 福島交通の経営に前社長の小田大倉を追い出し公認として関与。中曽根運輸省や中曽根派の代議士で、地元選出の天野光春の助力もあって、旧経営陣を追って社長に就任した。その後、福島交通、福島民放、ラジオ福島を中核三社とするグループ十数社のオーナーとなり、那須高原などでゴルフ場やホテルの建設など、観光開発を手掛け、 不動産事業を展開、グループを拡大した。小針は日本債券信用銀行のドンとして君臨した、勝田達夫と密接に結びつき、被災人と正解を結びつける、パイプ役となり、20年間にわたり被災銀から巨額資金を引き出した。また、勝田の公認として頭取りに就任した、永泉指郎も、小針と婚儀で、勝田東踊り時代から一貫して、 福島交通を担当。a 線は福島交通向け融資を表面上は同社や小針とは無関係な FRE という会社に移し、帳簿上から福島交通への被災人の融資が消えるように採掘した。これがその後実際銀がことあるごとに使うことになる不良再建飛ばしの原型となった。1971年に、 福島交通と子会社の福島交通不動産は、白川開発計画と呼ばれるニュータウン作りに着手。福島県白川市の土地1000ヘクタールの買収に取りかかる。だが、途中、オイルショックに見舞われ、計画は中断したが、この間、被災銀から400億円もの資金が継ぎ込まれた。その後も追加融資が続き、1984年当時、 福島交通と福島交通不動産への融資額は685億円に達した。この融資は国会でも過剰融資ではないかと追求された。この時期は佐藤栄作政権の末期であり、後釜を福田武雄と田中角栄が激しく争い、票集めのため実弾が飛び交い、核服戦争と呼ばれていた。 この実弾を用意したのは、田中陣営が、長野県事で、福田陣営は、小針であった。このため、福島交通グループが被災金から受けた融資は、総裁選の資金作りが目的だったが、定説となっている。金丸新党は、投園にあたりその縁で政財界との、パイプを構築した。金丸は小針を、小さな政商みたいな人と称した。竹下昇 安倍晋太郎をはじめ中央政界の大物政治家と幅広い交際があり、昭和の聖将と言われた長野賢治になぞらえ、東北の長野と呼ばれた。1984年3月には東京国税局より福島交通、福島交通不動産で過去7年間に約50億円の首都不明金が指摘され、9000万円の追徴課税に応じている。これをきっかけに、 同グループの乱脈経理が発覚し、経営危機に陥ったが、これらの不良資産を東京佐川急便が事実上抱え込むなどして救済したことから、渡辺広安社長との関係が親密化した。後の東京佐川急便事件では、同社再建会議で、カニマル、竹下らから、金融機関への口添えを期待する渡辺を補佐したほか、佐川清佐川急便会長が、 渡辺らを告訴した際も、渡辺の意向を汲んで金丸に相談している。なお、この事件では1992年5月には、福島交通本社などが、東京地検特捜部の家宅捜索を受けている。1993年に発覚した、金丸信教学脱税事件では、1985年頃より、金丸に被災人の割引金融債の購入を指南していた。 ことが判明している。また、ゼネコン汚職では、1990年2月頃、本田茂シハザマ会長に5億円を資金提供。これは、石井徹仙台市長に対しての賄賂として送られることが判明している。聖商小針に対しては、被災人の500億円はじめ、石川銀行などの金融機関が乱脈融資を続けていた。これらは後に不良債権として、 経営を揺さぶり、破綻の原因となる。1993年3月11日、金丸新居学脱税事件で、衆議院に予算委員会の臨床尋問を受けた直後、心臓病治療のため飛べへ。間もなく帰国したが、その後再び体調を崩し、東京医科大学病院に入院する。そして、同年11月7日、急性心肺機能不全のため同病院で死去。 79歳だった。小針の遺産相続にあたって行われた1993年所得申告は前年の約12倍となる14億8000万円に膨れ上がり番付でも全国7位にランクされた。これは小針の死亡時には少なくとも100億円を超す借金があったため遺族側が 相続財産を限度に債務を返済する限定承認という相続の方式を選択し、株式上と所得31億円、土地上と所得9億円をみなし所得として申告したためであった。この結果、遺族には遺産が一銭も残らなかったという。小針が死去すると、グループの後継者には、長男の小針義雄が就任した。しかし、バブル崩壊後、 観光開発などが難航し、1997年には、ナスカントリークラブを所有する日本ロイヤルクラブが、ゴルフ場の競売を申し立てられるなど、経営危機が表面化した。この状況下で、吉尾は新たにパチンコ事業に進出するなど、無理な高くかとワンマン経営が目立っていた。こうしたリゾート事業が、グループ中核三社の事業に影響しかねないと、判断した。 各社取締役会は、同年12月、取締役会の緊急動議にて吉尾とその議定で三社、副社長、山田勝南氏の解任を決議し、小針一族をグループから放逐した。AB、銀行の墓姫、P202、銀行の墓姫、P206、銀行の墓姫、P203AB、銀行の墓姫、 P2041994 年8月19日付、日本経済新聞1994年5月16日付、日本経済新聞1997年12月3日付、日経産業新聞。ありがとうございます。